佐賀嵐山駅にやってきました。今日は第4回の東海自然歩道歩き旅として嵐山から、北の方に向かいたいと思います。トロッコ電車です。行ってきます。前回は、このトロッコ嵐山駅まで来たので、今日はここから東海自然歩道に入って先に進みたいと思います。はい、落ち合いに着きました、東海自然歩道はここから、清滝の方に行きます。こっちの下の道を行くみたいです。こちら愛宕山への登山口ですね。東海自然歩道はこっちなので進みます。めちゃくちゃ紅葉綺麗ですね。今がベストシーズン。
ずっと車の通る道を歩いてきましたが、ちょっと横にそれて旧道ですね、こっちは。こっちの方に行きたいと思います。あっちの方に線路の跡みたいなのが見えますね。昔山を抜けて住宅地の方に入ってきました。京都の住宅地に入ってから東海自然歩道の標識が分かんなくなってしまって、ちょっと今適当に歩いてる感じです。住宅地の中をちょっと迷ってたんですけど、東海自然歩道の、標識があったので、ここから東海自然歩道に戻りて歩きたいと思います。はい、ようやく大岩まで到着しました。ここからこっちの道に行きます。二瀬まではあと 2.7 キロ。今地図を見てみると、なんか全然違う方向に行ってることに気がつきました。ちょっと途中で道を間違えたみたいで、なのでちょっとだいぶ戻らないといけないんですけど、ちょっと一回戻って正しい道に行きたいと思います。かなり山の中まで来ちゃったんですけど、山の上の方まで来ちゃったんですけど、ちょっとこれはだいぶロスになりましたね。もうちょっと早く地図を見とけばよかった。ここで間違えました。はい、この標識を完全に見落としていて、向こうの方にずっと進んでしまいました。実際はこっち新しい道だったみたいです。はい、二瀬まで 1.8 キロ。だいぶ時間をロスしてしまって、30分ぐらい多分ロスしたんじゃないかなと思うんですけど、ようやく夜泣峠に着きました。このまま二瀬の方に下っていきます。うわ、疲れた。叡山電車の蔵前駅に到着しました。これで第4回の東海自然歩道歩き旅の方終わります。はい、今日は35キロ歩きました。疲れました。お疲れ様です。なんかこの天狗は昔とだいぶ変わってるから作り直したんでしょうね。書いてる令和元年に作ったって書いてますね。発車する。